はい、みなさんこんにちは、こんばんは、ふふえです。今回は自由を謳歌する正統派 MMORPG トーラムオンラインを実況していきたいと思います。もうチュートリアルが結構長かったんで終わらせちゃって、でもそれで先に進めるんで、そこで話しながら説明していきたいと思います。で、まずはね、もうこの矢印、この前にある今クリックというかタップしてるこの水色の矢印がクエストで行く道を道しるべしてくれてるんで、そこに最初の方は進んでいきましょう。で、戦い方とかはすっごい単純で、まあやってみます。最初このクエストってところを押すと見れるんですけど、コロン親分を討伐とコロンの歯を5つと集めるらしいです。なんで早速コロンってやつとコロン親分を討伐していきたいと思います。こいつだね。うん。で、これを近づけば、でアクションってところを押せば自動的に攻撃してくれるんですよ。そっからもう下にネクストアタックって出るんですけど、攻撃した瞬間これがゼロになるまで次の攻撃ができません。ただゼロになったら自動的に攻撃してくれるんでかなり楽です。よし、でこんな感じで、あ、今左上に入ったね、コロンの歯とか。あ、いやい、こいつも。これスキルがあるんですけど、このリストってところを押して、これね、で、まあちょっと使ってみます。ハードヒット、うわ強え。ヒルムも今出たよね。じゃ今のがかなり使えるね。あ、これあれかな、コロンの歯かな。あ、違うらしい、経験値あった。ちょっともうあ、コロンの歯だった、よかった。早速どんどん倒していきましょう。で、上の真ん中にあるのが HP です。よいしょ。これでこれレベルアップしていくごとにどんどんスキルも覚えられます。よし。あー、あれはね、多分ね、まだできないんだよね。多分できるけど多分強すぎるから、ちょっとコロンとか集めていきたいと思います。今葉っぱどんぐらい集まったんだろう。あ、いたいたいた、くらえ、えいえい。あ、やばい、なんか後ろに誰かいる。葉っぱ出ないかな。あ、どうだ。あ、出た出た出た、これ葉っぱだよね多分。ってことで今何個だ、いくつ。このアイテムから見れますね多分。あれ、もう20個もあんの。ちょっと結構集めてましたね。で、あとは親分倒すだけか。あ、でも上のバーがもう少し、多分ね、もう少しでレベルアップしそうなんだよね。ちょっとじゃあ こいつら倒せばレベルアップするのかな。やってみます。いけ、くらい、どうかな。あれ、これは経験値、あ、経験値じゃなくてこれあれか、上の水色のやつは多分これかスキルかな。ちょっと、あ、そうだ、多分そうだね。うん、ちょっとやっていきます。一応スキルも覚えたわけだし、うん、コロン親分倒せるかな。ん、お願いしてた件ですが進歩状況いかがですか。あ、コロン親分ね。うん、あいつね。あ、強力な必殺技があるらしい。それを見切れる、赤い円形が表示されるのでその範囲から離れればいいということですね。いや、これはかなり有力な情報じゃないか。あ、経験値下に書いてあるね、今 80% って書いてある。ちょっとじゃああらかじめレベルアップさせちゃおっかな。もうこれ1体でどんぐらい増えるの。あ、 7% も増えた。じゃあもうこのままどんどん倒していきましょう。そうすればいいね。いや、気持ちいいね。で、レベルも上がっていくごとにスキルも覚えられるんで、もうどんどん強くなることができます。で、自動攻撃もやっぱ楽だね、一時クリックしなくていいから。あ、待って、あと1体でレベルアップするはず。くらえ、ハードヒット、いいえ、やったぜ。で、確かね、あ、ここじゃできないのか。一回町に戻ります。いや、別にここじゃなくてもいいんだ。まあちょっとゆっくりしたかったしここでやります。まずは確かキャラクターかな。で、パラメーター切り替えで、あ、違う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 、
こっちか。ステータスだ、ステータス。ステータスのキャラクター強化で極めることができます。ちょっと攻撃力、ほんと重心力を。上に書いてあるね、片手剣について。STR か DEX 上げると、あ、DX 上げよう。ちょっと下も全部上げます。よし。で、他にも、この装備って欄があるんで、ここでなんかゲットしたかな。でも、今のところ最高装備かな、これで。だね。うん。よっしゃ、あ、スキルも見よう。これがさっきのやつなんだけど、これを確かね、あ、もう1レベル上げられた。これ5レベルにしないと、こっちも開かないんだよね。こっちかこっち。アクセルブレードとか。ま、それも面白そうだな。素早い斬撃とかもあるね。ま、早速もう俺は大将を倒していきたいと思います。あ、これ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 、このリバイダっていうのが、これ回復薬なんですけど、あの自動アイテム使用タイミングってやつで、自分の HP がどんぐらいで自動に使うかっていうのが設定いけます。ちょっと、あは、まあまあまあこんぐらいかな。で、自動に使えばいいかな。で、なんで99個あるかっていうと、チュートリアル終わらせると99個誰もがもらえます。いや、チュートリアルの最初かな。うん、まあそういうところがなんか優しくていいよね。じゃあもう早速行きます。ここはオイラの縄張りコロン。勝手に入り込んで子分たちを狩る命知らずはオイラが全力で叩き出すコロン。ということで、あ、ボス情報見るだって。あ、 HP1000 もあんの。へえ、次属性とかもあるんだね。多分この30もゲットしたらレベルアップしてるんじゃね。もちろんアイテムは持ってないと。じゃあもう早速始めます。推奨レベル7だからね、俺と同じぐらい。さあ、こいつがどこまで強いのかやっちゃいましょう。あ、これ赤いやつってあれだよね、絶対あれ。ちょっとスキル使ってどれだけ効くか。お、結構効いてるじゃん。やばいやばい、相手のスキルも食らう。お、避けた避けた、よかった。でも戦い方によっては痛い。普通のコロンぐらいだね、もう。もはや、やべえ、 MP 足りなくなった、まあ、MP も最初もらったけど、きっと、あ、たまったたまった。多分これ攻撃するごとにたまるんだね。使える、イエーイ、いるんだ。あ、ばばばば、避けろ。いいね、調子がすごいいい、ものすごくいい。やばい、いって、軌道の読めない。やばいやばい、これ強そう。いえ、そっちもか。あー、ちゃんと見、うん、倒した。あ、倒したかもこれ。いえいえ、自分が狩られてちゃ世話ないコロン。よかったよかったよかった、最初のボス倒してよかったね。あ、なんか出てきた、嬉しい。あ、そっか、これでもうクエスト達成したわ。まだいるね、親分。ちょっとじゃあこの水色の矢印に向かって、あ、こいつだこいつ。なんかもらえるかな。まあ早かったですね。あ、仲間だ。やはりお前の手に余ったか、それは仕方ない。何、薬草5本集まってるだと。20本集めたからね俺。あ、お、紋章受け取った。これ確かね、装備の欄で付けられる場所があったんだよ。よし、これ兄らしいね、この人の。やった、あっちか。てか待ってね、確かさっきゲットしたのはここかな。あれ、紋章ってなかったっけ、どっかに。こっちか、あ、こっちだこっち。イエーイ、ソレイエの紋章だって、かっこいいな。あ、これさっきの人の、違うね。お使い、お使いって言われてる。なるほど。お、なんか、あ、なんかもらえたもらえた、やった。あ、さっきの薬草か。まあ
今は特にありませんで、いっか。あ 聞けたね。クリスタのスロットがある装備を、あ、さっ、ん？もらえるの？また。やった！お、やった！ビンって上がるんだ、1個。やった、2円。これは嬉しいわ。ってことで、もう達成か、これは。ん？あ、話に入ってる。申し訳ありません。兄のわがままでお使い立ててしまって、こら、ほら、兄様も。薬草のお金ですね。ありがとうございます。俺と言ったら何ですか？そのお金、あなたがお納めください。嬉しいな。お、どんぐらいもらえるんだろう。100。お、経験値めっちゃ入ってんじゃん。大変だ。どうされた？完全な形でゴーレムを発見したんだが、制御魔法をかける前にこのバカがうっかり配線につないじまったもんで、ゴーレムが暴走状態で起動しまったんだよ。ってことは、壊した？待って、これはもしかして次のミッションはゴーレムを倒すことになるかもしれない。あ、やっぱそうだ。よっしゃ、もう早速行っちゃおう。この先の遺跡の中、もうそりゃ行くしかねえな。行きまーす。お、レベルアップした、ラッキー。よし、もうちゃちゃっと済ましちゃいます。え、なんだここ。この先に遺跡があるというらしいのかな。こいつは敵か。まあいいや、早速もう遺跡に入っちゃいます。あれ 遺跡じゃないって、恥ずかしい。こっちじゃない。え、どこどこどこ。あ、あそこだ、あそこ。ちゃんと印がついてる。いや、ゴーレムの強さ次第やな、問題は。ここか。え、なにこれ。やば、ステージ再現高くね。あ、ここになんかある。2階。あ、これどんどん下がっていくのか。ん？ん？あ、あった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 。最深部。あ、もうここじゃん、ゴーレムって。スキルも極めよう。えい。次はもうこれスキルポイントで上げられるんだ。どっちか覚えられんじゃん、もう。どうしよう。アクセルブレードにします。あ、どうしよう。ちょっと待ってね。あー、じゃあアクセルブレード。鋭い一突き。やったー。1秒覚えさせておいて、一応こっちもレベルアップさせていきます。で、こんな感じでいいかな。じゃあ、よし、手振りもします。これでキャラクター強化。あ、ダメだダメだ、これちょっとね、攻撃力一方的に上げる癖があるね。まあ そっちの方が剣士は強いのかなって思うんだけど。よし、一気ゴーレムまで走ります。多分この奥になんかあるはずなんだよな。あ、びっくりマークある。あれじゃね。あ、すげえすげえ。お、下だ。もしかして暴れてない系かな。すげえ、このすげえ。アプリも進化したな。知ってる。動いてる。暴走はしないよね。うわ、ビビった。え、こんなやつ戦わなきゃいけないの。ビームじゃね。やば。え、無理でしょこれ。勝てるかな。え、何かが発して強烈な光を浴びて、ゴーレムの動きが鈍くなった。あ、
トリエルのおかげだ。発掘ゴーレム、いやこれレベル高い。あ、なにこれかっこいい。よっしゃ行きましょう。ちょっと待って、タップってあるよ。なんかこれ使ってみる。やばいやばい、逃げろ、やっべ。はい、こっちハードヒット、あ、食らってる。タップって書いてある。お、追加攻撃、やった。やばい逃げろ。え、そういうパターンか。やばいやばい、危なくね、あの俺の仲間。いってー、俺も近づいちゃった。これどんぐらいだ。あとでも仲間がいるから、そう、やばい逃げろ。よし、いい感じ、慣れてきた。はいはい、うん、あ、これ多分なん強い。あ、これ近くにいて、あ、大丈夫、ビームあったわ。えい、いけ、叩き込め。 MP 溜まって、あ、ダメ、ぶねー。結構早いねこいつ、さっきのやつと違って。お、あ、 OKOKOK、 ちょっとこれ使ってみます。アクセルブレード、うお、300出た、やば、強、やばそうじゃないこれ。あっぶねー、いける。これはね、俺のアクセルブレードとどめつけたよね。あった、出てきる。はいはい、あ、これでいいんじゃね。もう V 破壊だって。なるほど。あ、アクセルブレードもう少しか、出ろ、出た、くらえ。やったー、とどめさした。よし、出た。今の敵倒したらすごいレベル上がったね、一気に。いやー、これ楽しいわ、これ。いや、でもね、ちょっと時間も時間だし、あとはみんな自分で試してみてください。貼っとくんで、あの、インストールしてみてください。多分ね、どっちともあった気がする、 Android も iPhone も。で、名前はトーラムオンライン、調べても出てきます。それではご視聴ありがとうございました。次回見てください。じゃあな。